Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Okay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Uh. Do you know why it's so acclaimed musically? Oh. Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. で落ちるプリクラは経費でで落落落ちちちるなない落ちない、OK、すいません、会議してて何の会議それはごめんちょっと RKB の会議で RKB プリクラ経費で落ちないんや落ちないみたい落としてあげてごめんねちょっと忙しいもう最近。 <laughs> 会議ばっかでっえア <laughs> RKB の会議に参加してるの参加しててマジごめん俺呼ばれてないよ落ちろよマジでで、で、で、聞いてって俺呼ばれてないって何の会議なんそれは 呼ばれてない呼ばれててないいいよ何につの会議ろいろちょっとさ写真とか使わない限界からこの曲っていうのはまあまあまあ画像とかそういったものでいろんなものを表現していくから俺たちはうんまあそれはかるけど大事じゃんラジオでも言葉だけじゃないそのアプリの最初のところの写真とかあるじゃん俺たちが写ってるあ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 あいうところだってねいろんな人がいろんな大人が関わって頑張ってくれてんよ権利関係とかねそうそうそうだからもう俺もちょっと会議で今。 忙しくてごめんね俺の権利関係やってくれてんの哲<が>部で俺,お俺のその写真を全部経費でそ<う>ありがとうな <laughs> でもプリクラがごめんプリクラがどうしても落ちんくてあのー、じゃあ一つ言うわ、うん、そういうところで使う写真をプリクラで撮るんじゃないよ <laughs> プリクラダメダメだよオービスで撮る オービスで取る <laughs> オービスでツーショットオービスでツーショットよし、じゃスピード出していきましょうよ行 <laughs> 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 きましょうか KOR ダザイの危ないトゥナイト KOR ダザイの危ないトゥナイトこんばんはダザイのテツですえー、こんばんはえー、この前地下鉄に 乗ってる時に、えー、私がタピオカを飲んでいたらすれ違う女子高生から <laughs> まだタピオカ飲んでる人いたんだ <laughs> って言われました美味しいから飲んでんだバーガーダザイのアヤメです長いし長いしタピオカ飲んでるんや飲んでる もうここで俺社会に対する不満を言ってくっていうショートコーナーを毎回やろうと思ってああもう毎回やるよなるほど、ね、大丈夫かな自分の首絞めないかな <laughs> いやまあまあまあ締まってるんじゃないでしょうかいやいいよ締めていこうギリギリってねいいねじゃあ俺今電車の中でタピオカ飲むタイプのやつおるよなたまになえ何電車の中でタピオカってマナー違反 <laughs> いやマナー違反知らんけど何とも思わんよ俺は、うん、でも 俺は飲まんやけんさその別れるっちゃ別れるやんその電車の中で物とか食ったりするやつとさその飲み物飲むぐらいはしないいやまあまあそれもうまあでも手に持ってるぐらいよでもタピオカめずいかもよめずいんかな、うん そのタピオカを飲んでるのが、今、今が良くないってこといやいや昔ならめっちゃいたと思うんだよ。えでそれじゃない。その時代にとかじゃない。別に、<laughs> そのあやむくんがタピオカ、電車で飲んでるの、めずいわ。<laughs> <laughs> あ、タピオカがタピオカ飲んでるわ、まあ。まあ、ほぼそんな感じ誰がタピオカや。なあ、その、決めてきたみたいな。<laughs> 誰がタピオカや。何回目それ、練習してきたよ。練習してきた。<laughs> お前も バイクでブンブンってやってる時に巨人さんぐらいうまかったよこういくんだよ誰がタピオカやダメです怒られますこれは怒られますこれ,れすいやでもさ俺国立競技場あるじゃんあそこでワールドカップがあったときに、うん、俺のお父さんとお姉ちゃんがラグビーの試合見に行ってたのよ、うん、開幕戦をおおすごいじゃん2019年もうタピオカ全盛期で俺の姉ちゃんがそのタピオカ東京で行ってけん ちょっと飲みたいみたいな、うん、でパパが「あー分かったわ」っつって二人で飲,み飲みよで,で飲み寄ったらしいんよって電車で飲み寄ったらしいよそれも今みたいにそのマスクとかないけんだらそっかあ<の>まだコロナ前だもんねもみんながやってる時はそういう時、うん、そので飲み寄って女子高生とか一歩おったらしいんよ人が満員の中で飲み寄って俺のお姉ちゃんがねそしたらお父さんがもう周りの女子高生とかみんな飲んでるよその時に俺のお父さんが <laughs>「お前カエルの卵みたいやな」<laughs> <laughs> <laughs> お姉ちゃんはい」だって。 キングオブレリオダザイの危ないトナイト、うん、オーケーはい <laughs> だってドン引きやろ <laughs> 想像絶するやつ確かに一番言っちゃダメやしなタピオカ飲んでる人にみんなちょっと思ってんだから <laughs> かゆうたまごみてな <laughs> ちょっと その鉄のお父さんそんな感じなんや1 8 3ンチ。いや怖い顔バカでかいうわそんな人が <laughs> 本当に全グレかって思うぐらい <laughs> 全グレ <laughs> <laughs> 全グレみたいな顔す,すごい言葉全グレ<笑><笑>そんなやつが急にそんなん言い出してお姉ちゃんの大パニック口から吹き出して。 まあそうなるよなでもでもまあ確かに全盛期やったしみんな飲みよったしでも大人はちょっと否定的やったような気もするわああその時代何かんやそれって何が美味しいのってやっぱみんな言いよった気はするああねだけどタピオカは結論出ました電車の中で飲まないでくださいすみませんでしたはいえでとかあなた長崎帰ってたんでしょそうなんですよここ23日ねやることがあって帰ってたんで免許更新でして 車の免許を更新するっていう、まあ、免許更新あの警察のね、うん、そこ行くわけじゃないですかちょっとこれ、まあ、警察批判みたいになるかもしれない警察批判 <laughs> えすご <laughs> いや,いやまあ、まあ、ちょっと事件というか俺的にはちょっともうむっとした出来事がありまして免許更新って行くじゃないですか、うん、行く時にこうハガキがくるんですよこの月までに更新してくださいねっていうハガキがまあそれ分かったんですよ それ分かってたんだけどそれ持っていかなきゃいけないの分かったんだけど俺その時いろいろ考えてもう免許更新行ってたらさ忘れちゃってはがきを。あーなるほどねそうはがきを忘れちゃってうわやばいやっちゃったと思ったんだけど。はははいはい、はいで そのま,ま,まあまあいいかと思って行ったらそのね受付の、まあ、女性の警察官の方が「あ全然大丈夫ですよっ」っ優しいや、ね、優しいよこれがい,いい,いあいい人だなと思って「あすいません」って言って「じゃあ、まあ、視力検査お願いします」って言われたの視力検査行ってその最後の受付行ったら「うん、あでは更新料3000円いただきます」って言われて、うん、まあ大体3000円ぐらいだったんだけど俺財布見たら1000も持ってなかったの <laughs> りゃもう人に言える値段じゃなかったの俺は <laughs> 値段値段じゃなく持ってるのが持ってる 値段的にだからこれやばいなと思ってあごめんなさいちょっとここまでしてもらったんですけどちょっとお金がないんでちょっともう出直しますって俺言ったんだよそはい,、はい。たらその女性のね警察官が「いや今おいくらお持ちですか?」といろいろこっちも救済措置じゃないけどあるんだろうねんか「今おいくらお持ちですか?」って言われて「いやいやあの <laughs> 大丈夫です」はいはい、はい、でもそれ何回かその問答があってさイライラしていっちゃって俺も「うん、いやもう,もういいですいいです」って「ああいやいや こちらもあのある程度の値段ならばみたいないやいやいいですいいです」いくらお持ちなんですか?う」ん「もう28円! <laughs> え」「え二28円!」その女性警察官「28円はちょっと」って,わてうわ何やここ思っそのまま帰って「<laughs> お前がなんややけどね28円」って <laughs> 本当にに28円しか入ってなかったはあ これひあの「善良 <laughs> な一般市民に恥をかかせた罪」です。<笑><笑> ただのかわいそうな人の話ですかあのもう我々コンビ名を今からレジスタンスにしますいや違いますそんなコンビ名てそんなコンビ名でやらないですよ別にやっていこう二28円でやります28円はい東京の10億円さんが大活躍してるじゃないですか大活躍してるね28円28円というね差があるねうんまあまあ福岡はそんなもんかじゃあじゃ福岡はそんなもんか いやいやいや結局近くのとこに戻って下ろしてで戻ってきたらあのその女性警察官から「お金あったんです」いやいやいやげえ別に俺すげえ貧乏だったわけじゃないからすげえ貧乏だったんだけど別にそんなあるから3,000円ぐらいはなめんなよなめんなよと思ってしっかり違反者講習受けてきました違反者だった2時間警察批判するような人だったんややっぱさ 違反者講習って厳しいのよ 2>,、うん、2時間講習受けるんだけどいろいろ危ないことありますよとかその事故の映像とかを見てう,ん、うん、うわもうこういうこと起きないようにしようっていう時間なんだよもちろんなんだけど。 やっぱり2時間もさずっと講習受けてるとさ寝るじゃん眠いじゃんもちろん,んなもちろんだから俺より年上の人が中学校とか高校ぐらいの感覚で怒られてんの「寝るな!」とか「<laughs> <laughs> 立て!」とか言われてんのはい、はい、そんなかねそんな言わなきゃいけないような人たちかねはあなるほどねだってもう本当に50代とかの人が「出ていけ!」とか言われるんだよ、うん、え出ていけ、ね、それあれダメなんだよ 寝てたりしたら講習なんかの態度不良みたいなやつで見なさないっていうのがあって寝てたりスマホ触ってたりとかしたらもうダメなの出ていかなきゃいけないしかもさご退室くださいとかなら分かるけど出ていけっていうのいやもうかマジでさあの頃の教師やないやそう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 体罰とかはないよもちろんないけどすごかったすげえね 二度と違反しないようにそれは心がけてほしいけど、うん、やっぱ命かかってるから向こうもやっぱ熱くなるんからいや多分それもそうだと思う <laughs> その要は県の事故率とかもやっぱ見たもん <laughs> やっぱね高かったりするもんああなるほどね、うん、だからこれを下げていこうっていうその熱い気持ちだから 向こうもね、お前も熱く答えろよと俺思うけどね。いやだから、俺も熱く答えてるよ、ちゃんと。答えては、答えてはいいな。挙手とかして。挙手とかして。質問とか、質問とかして。なんつった。あの、ちょっと嘘ついた。えちょっと嘘ついた。質問とかはしてないけど、挙手はちゃんとした。警察に嘘ついた。俺とか、R. K. B. さんとか、もうそういう身内だけじゃなくて。飽きたらず。警察にも嘘ついた。 この重大犯罪者がただ、あの免許の写真はめちゃくちゃかっこよく写った。<laughs> な、なんそれ、お前。あの、後で、その免許の写真だけ。いら、いら、はい。ツイッターにあげようと。思います <laughs> いらない、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 バットです。 バットって何？バットをします。バット押します？そんな機能あったツイッター？いいねだけじゃないの？バットです。バットですか？そうですか。まあね、でも我々こうしてますけど、あの一日所長のお話待ってます。ああ、高崎県警から一日所長。やろう、やりましょう二人で。交通違反する人はダメです。ダメです。Kings of Radio d e なない？やらしい。社交な？俺も社交やっぱ。 友達の中で一番長く在籍してたからなるほどなるほど <laughs> その俺さ1段階2段階ってあるじゃん1段階2段階えな何何何その最初は校内を走るああはいはいはい、うん、路上講習に行くまでってことね <laughs> その最初の時の、うん、マジで一番最初の授業その俺が担当教官と2人乗ってたんやけどその担当教官が結構ご年配の方ではいはいはい 割とドスキーとる感じ怖い感じの人やったんおるなそういう人も,もう北九州の社交の先生やんみたいな俺 <laughs> もう乗ってるやんみたいな感じでお願いしますって言ってで俺そそん時まだ十八とかようん、うん、でその礼儀とかも全然なってない時の手つだからうんっ、う、す、ん、うっす,うっすよくないねそれはそのいろいろこここうやってうっすうっすって <laughs> ずっと最初 <laughs> <laughs> からでもはいここ止まってうっす、うん、はいそこを右折うっす,うっすはい一旦ブレーキ

あれなんかなその最初に言うとほらビビっちゃうからあそういうことそういうことなんじゃないでもそれにしては威力がおかしかったた <laughs> めて言い過ぎる俺鍵最後渡せないけどそうだけどちょっと危ないそれはいありういしょって <laughs> 俺びっくりしてさ何なんだろうねいきなりバーニングするのいやそれなで俺 その後先生その会社辞めたん社交の<ん>おいつかましてきたわ最後にその <laughs> なんか俺に最後にね最後にぶち切れてやったんだろうね多分ねあの人辞めたんすかっなったもその後社交ので <laughs> 怖かったな名物先生だったんだいや多分分分からんけどさめちゃくちゃいいなもう二度と社交には戻らないといや戻らないです普通僕はキングオブレディオダザインアブナナイトよろしい ええ、哲さん、久々にですよ。はい。私がメールを読みます。嬉しそう。です読みますよ。これ、ノリノリで読みますよ。これ。一枚あげたんです。なんでいいよ。裏を読んじゃね、お前。嬉しかったんだから。なにはい、コードネーム、刈り上げさん。刈り上げさん。あやむさん、哲さん、こんにちは。はい。 毎週楽しみにラジオ聴いてますありがとうございますお二人の仲のいい感じがとても面白くて何度もリピートしてます<れ>今回メールを送ろうと思ったのは哲くんのことについてです<ん>僕は哲くんの髪を担当させていただいているものです哲くんはこれまで10回近く来店していただいてますそのうち2回は30から40分ほど遅刻をしています <laughs> 遅刻の原因は寝坊です <laughs> 僕はこれからのお二人の活躍を楽しみにしていますがつくんの遅刻癖が心配で借り上げがうまくできませんなのであやむさんもし3回目遅刻をした場合にペナルティとしてつくんの髪型を決めてくださいよろしくお願いしますこれ3回目っていうのはさその,そのうち2回は30から40分ほど遅刻をしてるわけでしょ3040これさ残りその10回近く来店していただいててさ残りの8回もさ軽い遅刻はしてんじゃないの して。い声張ってください。し,し,し,してるやつの言い方なそれは。はい、そういう時代終わった遅刻とかする。どういうこと、その鉄の中で終わったのその時代が <laughs>。でもね、正直、じゃ、なんか。どうしようかな。何をかな。何いおいおい<ー>、容疑者よ。なあ、どう、これどらえしょうかな。でもさ、三十から四十は、これもう本当に良くないよ。 いや本当によくないよだってその後にも予約は絶対入ってんだからまあまあもちろんもちろんあとに押すんだからこれよくない多分一番よくないまあでも本当に優しい方で取り上げさんが3040喜んでいその本当に優しくてでも多分やっぱ来ちゃったやろねその3度目はないけでも怒ってるよすごく あまあ、すごく怒ってはないか楽しみにしてるんだけどってことだねいやこれでもね本当にダメよなちょっともうき昨日も行ってきたけど、うん、やっぱ俺その,その時遅刻したやつってやっぱ朝なのよ,ようやく時間があーなるほど朝って何時ぐらいなのうん11時とか12時かいや昼だよ <laughs> まあまあまあ <laughs> ちゃんと昼じゃねえか賛否両論あると思うんいや賛否両論じゃない3しかない <laughs> だなき昨日刈り上げ行ってきた時はああちゃんと4時半とかにして あ俺なりに対策は練り始めたついに夕方だったら遅刻はしないぞってううえじゃあ昨日は遅刻しなかったの遅刻したんかしたらよ <laughs> <laughs> 遅刻なんかお前遅刻って単語が嫌い僕はなるほど遅刻っていう単語が嫌いなのもうじゃあもうやんのやめようよちゃんと遅刻はで3回目遅刻をした場合にペナルティーとしてっていうことだね俺が髪型決めていいってことあっんなこと言うやん<は>髪型 お前そのガチでする可能性あるけんさ俺本当に3回目しないよしないけどしない上で本当にしても困んない髪型を俺は提示した方がいいと思うそのか俺を信頼しすぎるだ嫌な言葉嫌な言葉よ刈り上げさん俺本当にね今葛藤してる俺の中で何の葛藤があるのしないっていう気持ちしないもちろんしない百でこれをでもふざけすぎるなってこと 念には念をってこ,こういう時に使うんやその言葉じゃあ分かりましたお願いしますええー、私決めます、えー、それでは、ね、発表しますああ怖い,いやまあこうって言うとあれなんでね分かりやすい例で言いましょうはいえー、哲が3回目遅刻をした時にする髪型は、えー、2001年のエグザイルの淳です坊主じゃいお前それは坊そり坊主反り込み黒サングラス坊主反りサングラス <laughs> <laughs> これでいきましょう <laughs> 待っ<て>だって俺今の髪型まあこれね長くないじゃん正直短いじゃないだからできる髪型は限られてるけど 反省っていう気持ちを伝えるには坊主が一番。けど俺たちは芸人だからやっぱオシャレでもありたいよね。反り込み。ああ、そこでちょっとオシャレしていいよ。そう。れね、刈り上げさん聞いてくれてるからさ、これマジでされる可能性あるわ。いやいや、もうそれはしていただくよ、もちろん。あの、その、今、鉄、ほら、ブロック入れてるじゃん。横に。はい。ブロック入れてるじゃない。その長さで坊主。0ミリよ。これに反り込みは、しよ。 もうそんな皮膚を削るんやからその作業はもうそれはしょうがないやついましめなんだからちょ,ちょっと待って俺もさ、うん、でもさ逆にあやむくんが嫌じゃないと俺は思うけどねそのどうするどういうこと <laughs> あのネタ合わせしようとかって <laughs> 急にし来たらどうする俺歌うよ歌うようんただ痛くて,ってう歌わない歌わないそんなやつと誰も会いたくないやだってほらしでしょ俺高カだからいやどこが高カなんお前の <laughs> 出身も同じだし長崎だし天と地ほどの,のさ同じ生まれなだけ <laughs> <laughs> そんなことないよだっ,って孝らさんは神様と野良犬ぐらいお前と高弘さん違う <laughs> そんなに違う神様と野良犬いややわ俺なんかすげえ悲しいんだけどさ俺昔大学の頃さ友達からあの神様から手抜きで作られた顔って言われたんだ <laughs> <laughs> 高弘さ, <laughs> さんから手抜きで作られた顔俺は坊主はちょっとねでもやりすぎな可能性あるかも、ね、なんかさある種はおもろかみ方にしようやおもろいって痛いって痛くないっておもろいって痛いってどういう意味で痛いの,その<あ>反り込みも痛いし反り込みは0ミリの反り込みはもうチッて言ってるやん <laughs> 危ない俺しかもそんなやつはその出ちゃダメやから劇場立てんからそんなそんなことないよ俺ただでさ今帽子かぶったらそのもう少年院出たてのや <laughs> そんなやつが劇場食べてんよ <laughs> 体型も相まってねそうそうそう,そう <laughs> 確かになマジでやめていやいやいこうこれでいやもう俺はこれは引きませんよ借り上げさんお願いしますね3回目、まあ、遅刻してくるじゃん,うん、うん、遅刻してくるからもう借り上げさんバリカンしか持ってない <laughs> 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 やばい俺ちょっと5歳 5歳ぐらいの時以来かもそれならする可能性があるとするすいやこれさほんとにさそれでなんていう1か月後とかにマジで坊主できたらめっちゃ面白いけど、ね、みんなメタのさ<笑>,笑うより笑うにしてろいやいや俺は俺だけで笑うよなちょ俺ねこれありえるんよ絶対ないよ絶対ないのにありえるよ <laughs> いやいやいやおかしいおかしい <laughs> 矛盾だよ言ってることがほこたてよほんとにあ<ー>もうこれだけ負荷をかけてるからなるほどね、うん、お願いしますねと <laughs> キングオブレラジオネームなんとなくヤブイヌさんからあらヤブイヌさん哲さんあやむさんこんにちはこんにちはエピソード12の神ゲーム誕生を聞きましたありがとうございます私があやむさんに入れてほしいタトゥーは縦長の縁取りをして恐竜の3本指分ぐらいの引っかき傷英語で黒い緑、えっと、縁で中は白文字 あ白色の字で「モンスター」と書いたものをおへ,おへその上に入れてください分かりにくい人はエナジードリンクの「モンスター」のピンクのやつをイメージしてもらったら分かりやすいと思います2人の生き様が毎週聞けるのを楽しみにしていますカフェインがすごいよねそうゃゃゃタトゥーの話でカフェインに行けるんそ,そのモンスターモンスターいやでもさタトゥーのが気にならな入れてくださいいやいや、まあ、タトゥー入れてくださいは来るだろうなって <laughs> そう、メールは来るだろうな。来るだろうなと思ってました。あの、昨日、あの、それこそ、あの、スタッフのね、西津さんにツイッター上げてもらいましたよ、写真。ああ、あの、あれですか、あやむくんがまだ、あの、全グレだった時代。全グレだった時代の、代のあの、胸のタトゥー。<laughs> <何>タトゥーシールね。何、あの、め。<laughs> <laughs> タトゥーシーシルより目が気になった目が気になった <laughs> 意味わからんよなあれなやっぱセンスが分からんただあれ俺大学多分まだ二十歳ぐらいだよだから7年ぐらい前の話ですからーーあのタトゥーんなんあのうちの姉ちゃんがもともとバンギャビジュアル系って言われるバンドの追っかけしてて、はい、でその追っかけの,そのライブの時ってもうみんななんかこういろいろ 胸にバラ入れたりとか鎖骨のところにタトゥーのシールで貼ったりとかっていうのが結構はやってて余ったやつを胸にやられたあなるほどねはあで俺もその時なんか「おやめろよ!」とか言えばよかったんだけどちょっとかっこいいなって思っちゃっていやかっこよくねえわ、まあ、か,かっこいいなと思っちゃってもう写真パシャって撮ってダサいわからんねやっぱ。 まあ二十歳の頃から「あやむ」は「あやむ」ということでもう痛いよねでもこのエナジードリンクのやつ入れてくださいってことなんでエナジードリンクのやつ入れてくださいっていうことなんや,やそれ来てるからもうモンスターと書いたものをその上に入れてくださいいやだから俺どういうことそれその広告をしょって俺今から芸人するってことそのそうですそのあの無償スポンサーです <laughs> <laughs> マジでタトゥー入れてください俺それ入れることによっていろいろ仕事制限されるよそう俺だって坊主になる可能性あるんやからさあや部君だって何か押したらタトゥー入れるっていう <laughs> 負荷が違いすぎるやろそれは <laughs> <え>それは違いすぎるお前人生変わっちゃうよ俺は変わらない,らない坊主は入るからいいけど、うん、モンスターはもうカフェインが <laughs> ちカフェインを押すけどさあのやっぱタトゥーでいこう <laughs> タトゥー <laughs> 気になっちゃうのは俺カフェインの方なのよね俺俺たちやっぱもう人生で笑わせないといけないのでタトゥー入れましょう <laughs> タトゥー入れて、うん、入れたよヤブイヌさんっつって誰が喜ぶんこれ <laughs> なんかさんか罰にするそのいやいや何か重すぎるって罰が嫌 <laughs> なんやそんなタトゥーが。 お前坊主であんなに嫌がいよったろお前 <laughs> もう誰が言ってるのやっと俺のターンが来たから違う違う,うしてもタトゥーを入れるっていうあの条件をここで作っておきたい <laughs> 違う違う <laughs> ダザイでヤブイヌさんに「それはちょっと」って言わなきゃいけないんこれは <laughs> タトゥーは大好きよダザイはタトゥーは俺嫌いよ <laughs> ええー、ダメはまだ背中なら <laughs> すごいよ背中は OK 背中に3本なら隠せないかなタトゥー大喜利する タトゥー大喜利一番おもろいタトゥー入れたやつ,たやつが勝ち <laughs> <laughs> 人生で笑い取ってるねそうですそうですあでもなんか言ってたもんなあのプロのギタリストのみやびさんはい、はい、やっぱ自分の忘れられない言葉とかを入れるってああやっぱかっこよくないそういうこういう意味があるんですみたいなこと言ったかっこいいよえ、うん、かっこいいじゃない、うん モンスターのさその爪とかモンスターって書いてあやむくんはモンスターなんだから6話で判明したでしょあなたはモンスターなんだからあなたはモンスターなんだいやいや認めてないんだから何<や>認めて俺モンスターだってまだ認めてないんだからあ認めてないだけよ、うん、別に俺が普通で周りが違うって可能性がまだちょっと残ってるからないでそんな可能性はハッハッハかわいそうなやつなん <laughs> <laughs> で,でお前が今上に行けたんか,か、ね、どこから目線で見るかも,もう上に行かんと <laughs> たとえ入れられる。たとえ入れられるから。<laughs> 上から殴っていかんと。<laughs> じゃあ次、もしあやもくんが嘘ついたら <laughs>。え、無理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 。今日入れることになる。<laughs> 今日7本ぐらい入れる。今日7本ぐらいなこれ。どうしよう、でもね、なんかちょっと待って、作っときたいな。鍋だって、お前。んなんでだよ。 あ,のあれ入れてください入れないんだっていや、ね、待ってこの交通事故を起こさないとか、うん、今日もいろいろ含めて、うん、あの、うん、暴行のところに若葉マークのタトゥーを入れてくださいいいエンディングやねうんこの入りはねやっぱ好評ですあ好評うん 誰か,から何かか言われた、ええ、誰からも何も言われてないけどあじゃあまだ嘘ついたんで違,う違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 う <laughs> 公表は俺からだから若葉,若葉マークのタトゥーが公表してんだからどういういこと <laughs> <laughs> 今の10秒ぐらいで7個タトゥー入れることになりました, <laughs> た早いな俺モンスター背負うの早いなまたモンスターですからまあいいかそれも。<laughs> エンディングいきましょうよエンンディングいきましょう、うん、あれもありますから告知もありますから、はいえー、我々も7月から忙しくなりますので嬉しいね嬉しいことですよこれは、まあ、告知もね,、はい、ねようやくねたくさんできますよ今回まず7月1日、はい、1> 7月1日の、えー、と夜ですね太宰鉄のみになりますが劇場で「伝スタイルダンジョンというねこれついに来たね来ましたこれは前回、あのー、チャンピオンがインクルージョンの坂下さんそうで坂下の d e n p さんの 企画なんだよねね、はい、これがね鉄がどうなぎ倒していくのかこれはここではまあ多く語らんわ、うん、まあ実力でまあ劇場にね見に来てくださいということ、ね、まあただ倒すだけただ倒すだけそれだけさすがですねありがとうございます 7月2日もありますね、はいえー、これは、えっと、太宰の劇場で「えっと、吉本いいぞお笑いライブ」というネタとコーナーと、はいはい、なんで我々も,、ねもうね、しっかり漫才やっていこうと思うので3日も同じものがあります、えー、吉本いいぞお笑いライブこちらも、ね、頑張っていこうということであのマークイーズの隣 p a ペ p ペドームの近くにあるね、はいいぞの7階です 7階の劇場で、えー、面白いね、公演をたくさんやってるので、ぜひぜひ見に来てください,い。お願いします。お願いします。あとですね、まあ、この太宰の危ないトナイトへのメールもね、お待ちしております。小文字で、kor.rkbr.jp までお寄せください。そして、ツイッターもね、 K.O.R やってますからフォローしてくださいぜひ、はい、でハッシュタグアブナイトでアブナイトでツイートしてくださいツイートしてくださいで我々個人的にもねツイッターやってますからどちらもフォローしていただくとね俺最近毎日投稿ちゃんとやってんだよ毎日何か投稿しようっていうのをうん、うん、あのー、ロリモンの武蔵さん、はい、ザローリングモンキーの武蔵さんとちょっと約束というかややります俺みたいな感じなんでちょっと頑張ってるんでうん、うん、ぜひ私のツイッターもねフォローしていただいたら、えー、なるほど毎日くんが見れる毎日は俺は 俺がい間見える垣い見える僕は一旦フォロー外しますんでなんでかいま見えたくないのさツイッターで鉄とやり取りもちょっと俺好きだよおお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  <笑><笑>えあああれれそのりり方あれ <laughs> 眠くななました <laughs>、まあ、じゃじゃあちゃんとおおみなさい。東京 Music Lab music trivia you can use starting tomorrow.K.、Hey, do you know Aerosmith? Of course, I know. Do you know the name of the vocalist? Uh... Do you know why it's so acclaimed musically?、Uh Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.